はい、どうも K でございます。今回はですね、学生さんにおすすめな、島のロッドもしくは、島のリールの、組み合わせをちょっと おすすめというか紹介したいなと思います。で、まあ、学生さんっていうのはお金がないと思うんで、お金がないっていうか、その、なんていうんですかね、まあ、お金がある人でも、まあ、他にいろいろ使うものもあると思うんでね、なるべくこのコストパフォーマンスにこう優れた、リールとロッドをね、紹介したいなと思います。それでは行ってみましょう。はい。まずロッドですね。ここに見えてます。ゾディアスですね。これはかなりおすすめのロッドですね。で、まず見てください、これ。ここに出てるこれ、CI4 プラス。これはもう本当に上級機にも入ってるものなので、非常にこう軽く使えると。ロッドがね。で、こちらですね、ハイパワー X が入っているので、ロッドがかなりシャキッとしてると思うんでね。何でも使えると。やっぱり学生さんっていうのはボートでやる方は多分そんなにいないと思うんで、おかっぱりでするときに、だるんだるんじゃなくて、やっぱりシャキッとしてた方が、いろんなものに対応しやすい。おかっぱりでね、やっぱり、使うんであれば、まあ、この辺がいいのじゃないかなと。このゾディアスと。いやいやいやと。いや、もうちょっと金かけたいわ、さすがにロッドにはと。リールはちょっと安いのでいくけど、ロッドはもうちょっとかけたいねんっていう人は、そうですね。これですね。エクスプライド。この辺選んでもらうといいかなと思いますね。はい。これですね。エクスプライド。はい、深江さん。ね、やっぱりその、ゾディアスも、このエクスプライドも深江さんとかがね、使ってるので、正直性能には全く問題がないということですね。で、ちょっと型番についてはね、おかっぱりでね、1台で使うんであれば、なんかちょっとこういう専門的なこういうね、ピッチング&フリッピングシリーズとか、こういうのを選ばずに、非常にこうバーサタイルなモデルを選んでいただくのがいいかなと思います。で、表記なんですけど、大体その学生さんとかでそのかっぱりで1、2本で行くんであれば、正直、かなり大きな琵琶湖であるとか、まあ、自然光ですね、大きなフィールドでするんであれば、大体6、8ぐらいの長さ、思ってるものがおすすめかなと。正直6点ぐらいまで行ってしまうと、学生さんの場合やっぱりその、まあ、中学校の方とかもいらっしゃると思うんで、あんまり長いロッドを選んでしまうと小技がねやりにくくなっちゃう可能性があるっていうことで、だいたい6、8ぐらい行っても6点ぐらいかなと思います。で、強さに関しては M が本当に基本の位置ですね。もう本当に何にでも使えると。で、もう少し強めのタックルでいきたい。ホームグラウンドがこう、琵琶湖っていうことであれば、まあ、琵琶湖であったりとか、でかいバスがいるよということであれば、MH でもいいかなと思います。で、スピニングは大体そうですね、6フィート5インチ前後、まあ、64であるとか、66、この辺ですね。この辺がおすすめですね。で、強さに関しては L。これですね。L がおすすめです。で、ミディアムライトまで行くと、ちょっと強くなっちゃったりとか、UL まで行くと今度はダルンダルンで使いにくいということが起こるので、個人的には L がいいかなという感じで、学生さんへのこうおすすめでしたね。はい。じゃあ次ちょっとリール見ていきましょう。はい。リールですね。で、ちょっとね、やっぱりリールはお金かかります。ちょっとロッドよりも。なので、この中で、まあ、学生さんが使う、まあ、コストパフォーマンスに優れたリールっていうことでおすすめするのであれば、どれかな？あ、やっぱこれかな。メタニウムかな。メタニウムですね。こちら。ちょっと高いよと。4万。まあ、実売今でも、言っても 2万5千ちょいですからね。頑張ってバイトすれば買えるよと。なんか誕生日プレゼントとかね。買ってもらったりとか。
でちょっと高いよということであれば、あのスコーピオン DC でもいいと思います。あ、でも最近の学生さんちょっと上手くなってきてるんで、スコーピオン DC よりも、うん、そうですね、あとはスコーピオンとかで、軽めを使うんであればこっちの方とかね、 XT 選んでもいいと思いますし、そうですね、うん、まあ大体メタニウムか、あれメタニウムか、ちょっとそこまでお金は出せないということであれば、スコーピオン系、この辺を選ぶかっていうことですね。で、いや、もうリールにはこだわってると言うんであれば、このメタニウム DC。なんで僕がそのアンタレスとか、あのコンクエストとか、そのハイパフォーマンスのモデルを言わないかっていうと、やっぱりね、一本で使うにはちょっと厳しい。スプール径が大きかったりとか重量が重かったりすると、やっぱり1本で何でもということであれば、やっぱりメタニウムですね、これで。やっぱりもう少しね、お値段が安い方がいいということであれば、僕の iPad がちょっとおかしいぞこれ、どうなってるのこれ。あとクロナークでもいいと思います。クロナークちょっとスコーピオンより高いんで、その辺はどうかなと。ちょっと次はスピニング編いってみましょうか。はい、スピニングリール編ということで、そうですね、やっぱりスピニングリールだと僕がおすすめするリールはね、もう2つしかないです。レアニウム CI4 プラスかコンプレックス CI4 プラスですね。でバスしかやらんということであればコンプレックスでいいと思います。で他にもちょっとなんか、海とか行ったりするよっていうんであればレアニウム CI4 プラスで決定ですね。はい、ってな感じですね。でもう少し安い方がいいっていうんであれば、あのアルテグラでもいいと思いますね。アルテグラどこにあるかな、アルテグラこれですね。これも十分使えますから、うん、そうですね、だいたいこの3つで。なんかね、学生さんとかはなぜかベイトモデルにお金をかけたがる傾向がありますよね。本当にブログとか見ててもそうなんですけど、学生さんとかでブログやってる人で、なんかねベイトはそのコンクエストとかアンタレス持ってるってなるんですけど、スピニングはちょっと安いやつだったりとかね。でやっぱりあの細いラインを使うスピニングも ある程度ね、まあ、しっかりしたものを使った方がいいと思うので、個人的にはまあこの辺がおすすめかな。いやもう出すよと、バイトやっとんねんっていう方はバンキッシュですね。この辺を選んでもらえればいいかなと。ちょっとステラは高すぎるかな。でもステラも、いや、いけるよっていう人はステラ買ったらいいと思いますね。はい。ツインパワーはね、やっぱりちょっと個人的にはプラグ系がおすすめかな。重量的に。何でも使うんであれば、バンキッシュかさっきのこの2つとかですね。っていう感じで、まあ今のその学生さんの現状を僕あんまり知らないんで、どうかわからないんですけど、タックル事情とかね。もしその学生さんで、いやこうだよとか、質問があるんだけどっていう方がいらっしゃいましたら、またコメント枠に書いていただければ、丁寧にお答えしようかなと思いますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。